はい、皆さんこんにちは。前回の動画では台湾旅行の動画をお届けしてきました。どの色にしましょうかね。いろいろ意味よ。あ、いろいろ。今回はディズニーホテルです。今回の動画最後まで見ていただきますと、ディズニーアンバサダーホテル、ミニーマウスルーム、1泊2日、朝食ビュッフェ付き、ハイピリオンラウンジ、シルクロードガーデン、こちら側からになってますので、ぜひ最後までご覧できると嬉しいです。今日のパンツはこちら。こんにちは。現在私は舞浜駅、夕日が綺麗な舞浜駅です。今日はこれからホテル宿泊、泊まるホテルはディズニーホテル、ディズニーアンバサダーホテルです。先日宿泊したディズニーセレブレーションホテル、それに続く2つ目のディズニーホテルです。非常に楽しみですね。ちなみに現在時刻は15時、おやつの時間帯です。今日はこれからハイピリオンラウンジ、クリスマスケーキセットも予約しています。早速歩いてアンバサダーホテルに向かいましょう。ケンキャアンバサダーホテルはディズニーシーまで歩く道のりの途中にあります。本日予約したディズニーアンバサダーホテル、泊まるお部屋はミニーマウスルームです。ミニーちゃんのお部屋、ワクワクが止まらないですね。こちらのミニーマウスルームは約1週間前、たまたまディズニーホテルの予約を見ていたら空きを発見しました。なのですぐさま予約、ナイスタイミングでした。まもなくアンバサダーホテルに到着です。アンバサダーホテルが見えてきました。ちなみに本日の天気は快晴、めちゃくちゃいい天気です。ディズニーアンバサダーホテルに到着。ミッキーの花壇が可愛いですね。早速敷地の中に入りましょう。アンバサダーホテルの入り口に到着です。ブルーの建物と青空、非常によくマッチしてますね。あの上でベリーダンスを踊っているのは私の透き通る彼女のお姉さんです。それでは早速館内に入りましょう。カン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 カカンカ館内、カンカ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 館内。ロビーに到着です。ロビーにボビー。一泊二日でアンバサダー、ハイピリオンも楽しみだ、ミニーのお部屋で飲みたいサイダー、記念に吹きたいアルトリコーダー、だけど転んだ顔面強打、君黙るんだ。予約の時間が迫ってるのでチェックインする前にやってきたのはこちら、ハイピリオンラウンジです。こちらに来るのは人生初めて。今回予約してるのはディズニークリスマスケーキセットです。期間限定メニュー。その他ハイピリオンラウンジではご覧の通り、スペシャルケーキセット、コーヒー、紅茶、フレーバーティーを楽しむことができます。席に案内いただきました。案内いただいたのは窓側の席、日光が差し込んで非常に明るい席です。ピアノの音も聞こえてきまして、クリスマスの音楽がかかっています。ちなみに現在時刻は15時20分、おやつの時間ということで、ハイピリオンラウンジ満席に近い状態です。やってきました、ディズニークリスマスケーキセット、お値段2500円。こちらのディズニークリスマスケーキセット、コーヒーまたは紅茶選ぶことができまして、今回私はスイートベリーズをチョイス。スイートベリーズはフレーバーティーの中の一つ。ご覧の通り大変綺麗なお色、とてもいい香りです。酸味が強め、かなりフルーティーで美味しいです。お飲み物の登場です。ディズニークリスマススペシャルドリンク、お値段1杯1950円です。こちらは追加で注文したドリンク、上に帽子の形をしたチョコが乗ってますが、こちらはケーキセットについているドナルド。スペシャルドリンク全体でこのドナルドを表現しているそうです。楽しそうにバイオリン弾いてますね。私もバイオリン弾けます。嘘です。スペシャルドリンクは上下に分かれてまして、下の部分は飲むヨーグルト、それにバニラシロップを加えたもの、上半分はマスカットジュース、それにストロベリーシロップを加えているようです。そして上にはフローズンストロベリー、ホイップクリーム、銀色の点々はアラザンです。あら、それでは早速スペシャルドリンク混ぜていきたいと思います。混ぜタイム。混ざりました。こちらのスペシャルドリンク、お味はいちご風味のカルピスのような感じです。非常にさっぱりとしたお味、蜂蜜っぽいお味もしますね。大変美味しいです。スペシャルドリンクを注文すると、こちらのオリジナルのチャームもついてきます。こんなチャームもらっちゃ、嬉しくなっちゃう。それでは続いてケーキに移りましょう。ディズニークリスマスケーキセット。クリスマスツリーの形をしたケーキです。とても可愛らしいケーキですね。どこから食べましょうか。あなたと私、最初に食べるものが同じだったら、相思相愛。世の埼玉新都心。先ほどいただいたドナルドさん、お砂糖のお菓子になってますのでボリボリ食べれます。そしてクリスマスツリーのケーキの下にはいろんなフルーツ、ベリーやオレンジ、ホワイトチョコもありますね。大変クリスマスらしい。
それではクリスマスツリーのケーキをいただきましょう。こちらのケーキ、上と下で種類が違うようなので分離します。まずは下のケーキから。下の部分はスポンジになってますね。フルーツパウンドケーキです。ぶった切るとこんな感じ。中にはレーズンが入っています。スポンジはしっとり系ですね。周りにチョコレートもついていて、とても美味しいパウンドケーキです。それでは今度はツリーの上の部分に行きましょう。こちらどうやって食べたらいいですかね。正解がわからないのでぶった切ります。こちらがぶった切った断面図です。バームクーヘンみたいな層になってますね。そうだね、ぶった切ります。こちらがさらにぶった切った断面図です。こちらのケーキはチョコレートムースケーキ。ツリーの緑の部分はチョコレート、さらに中の黒い部分もチョコレートです。白い部分はレモンのクリームだそうです。上のチョコレート部分のケーキ、かなり濃厚なムースケーキです。結構甘め。ただレモンの部分がありますので酸っぱさもあってちょうどよくなります。ムース系のケーキが好きな方はぜひこちらのクリスマスケーキセットを食べてみてください。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。スーツを着ている受付のお兄さんのポケットにそっと入れたいもの、お会計伝票です。ディズニークリスマススペシャルドリンク1950円、ディズニークリスマスケーキセット2600円、合計4550円です。ハイピリオンラウンジのケーキセット非常にお腹いっぱいになりました。それでは早速続きましてチェックインをしていきたいと思います。1階でチェックインをしようと思ったら、今回はミニマウスルームということで6階にあるラウンジ、こちらでもチェックインが可能と言われました。なので今回せっかくなので6階のラウンジに移動してチェックインをしたいと思います。早速エレベーターに乗って移動しましょう。6階に到着しました。6階アンバサダーフロア、ラウンジを探しましょう。ラウンジを発見。あちらが入り口のようです。キャストさんが立ってますね。無事にチェックインすることができました。アンバサダーフロアの客室に泊まると、こちらのラウンジで座ってチェックインすることができるようです。ちなみにアンバサダーフロア、お部屋の一覧はこんな感じです。現在時刻16時30分。こちらのラウンジ、ゲストの数はそこそこ、そんなに混雑しておりませんでした。せっかくなのでラウンジのお飲み物などをチェキラしていきたいと思います。こちらはお菓子のコーナーですね。チョコレートにマシュマロ、ラムネが置かれています。お皿の配置もすべてミッキーの形。お隣はお飲み物のコーナー、オレンジジュースにフルーツフレーバーウォーター、アップルジュース、牛乳が置いてあります。さらにお隣にはコーヒーや紅茶、カフェラテがありますね。真ん中の部分で冷やされているのはコーラとジンジャーエールです。飲みやすいサイズの缶で提供。先ほどたくさん甘いものをいただいたので今回はコーヒーをチョイスしました。もちろんお砂糖ミルクは使いません。大人ですね。それではお待ちかね、お部屋に移動しましょう。お部屋は同じフロア6階、ミニーちゃんのお部屋です。お部屋に到着です。ディズニーアンバサダーホテル、ミニーマウスルームです。ミニーちゃんの可愛さが詰まったお部屋、独身男一人で泊まらせていただきます。ディズニーアンバサダーホテルのミニーマウスルーム、平日1泊2日、朝食ビュッフェ付きでお値段8万3000円です。それではこちらのミニーちゃんのお部屋、詳細をチェキラしていきたいと思います。まずはソファーから。壁際に大きなソファーがありますね。広々と使えるソファーで、赤い生地、クッションの黄色、このコントラストもいい感じです。ソファーも弾力がありまして柔らかいですね。ソファーのお隣にはライト、ライトをつける紐の部分にはミニーちゃんのリボン、これも大変可愛らしいですね。今度は窓側に行きましょう。窓側には丸テーブル、そして椅子が2つ置かれています。今日実は自宅から持ってきたものがありまして、それを飾るのにちょうど良さそうですね。まず持ってきたのはこちら、ミニーちゃんと私の切り絵、ディズニーシーマーメイドラグーンで作っていただいた切り絵です。さらにさらにこちらも忘れちゃいけません。私の家に飾っているミニーちゃんの銅像、こちらにどうぞ。ミニーちゃんの銅像と切り絵、やはりミニーマウスルームだと映えますね。スーツケースに入れて持ってきてよかったです。それでは今度はベッドを見ていきましょう。ミニーマウスルーム、こちらはツインベッドですね。布団の部分には水玉模様、さらにクッションもミニーちゃんのリボンの形になっています。非常に可愛らしい。
こちらはベッドとベッドの間、ベッドの狭間、ベザマです。ベザマを抜けるとベッドの枕元、ベ元に到着。こちらのベ元には電話機やメモ帳、時計が置いてあります。壁際には充電口、コンセント、そして USB の差し込み口があります。さらにベ元の引き出しにはポストカードが入ってました。40周年ドリームゴーラウンドのポストカードです。カードのデザインは2種類、ミッキーのタイプとドナルド・デイジーが描かれたタイプ、合計4枚です。ミニーちゃんのお部屋、壁紙を見てみますとたくさんのミニーちゃんが描かれております。絵も飾られてますね。あちらミニーちゃんの靴、ミニーマウスルームの壁紙に描かれたミニーちゃん、いろんなポーズをしてまして大変可愛らしい。スキー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 、ベッドに寝そべりました。正面に見えるのはテレビです。テレビにはご覧の通りディズニーアンバサダーホテルのいろんな情報、チェックアウトもこちらでできるようです。テレビの下には引き出し、一番上に入っていたのはアンバサダーホテルのバスローブ、さらにその下には室内着です。 M サイズと L サイズが置いてあります。こちらは夜に着させていただきます。テレビの台のお隣には空気清浄機、そしてさらにそのお隣にはグラスたちが置かれています。グラスとコップが4つずつ、さらにその真ん中には煎茶、お砂糖ミルク付きのコーヒーも置かれています。その下にはケトルと氷を入れる容器、さらにその下には冷蔵庫が置かれております。ホテルによくあるコンパクトな冷蔵庫、中を開けてみますと側面の部分にお水が3本、すでに冷やされてますね。前もって冷やしてくれているタイプとても好き、ミニーちゃんの気遣いですね。今度はお部屋の扉の方面に参りましょう。お部屋入ってすぐ左手、お化粧スペースがありますね。大きなお化粧用の鏡が備え付けられております。鏡の前に置いてあったのはアンバサダーホテルのエコバッグです。2つもくれるんですね。太っ腹のミニーちゃんです。お化粧台の前には椅子も置いてありまして、こちらでゆったり座って準備をすることができます。それではお隣、クローゼットの中を見ていきましょう。クローゼットの中は自動でライトがつくシステム、セキュリティボックスやアイロン台、スリッパたちが置かれてますね。クローゼットの壁紙もミニーちゃんになっています。非常に可愛らしい。ハンガーもたっぷりです。スリッパは2種類、子供用のスリッパと大人用スリッパ。大人用にはミニーちゃんの顔が描かれています。ミニーちゃんの顔が可愛くてスリッパに足を入れるのが恐縮ですね。それでは続きまして洗面所の方を見ていきましょう。ミニーマウスルームの洗面所、どんな感じになってるんでしょうか。こちらがミニーマウスルームの洗面所、早速ドアにミニーちゃんがいますね。洗面所の壁紙は変わりましてブルーの壁紙になっています。洗面所の鏡の前にやってきました。一人で使う洗面台としてはとても広々としたスペース、いろいろアイテムが置いてありますね。まずはこちら、ミニーちゃんの描かれたポーチ、そして歯ブラシ、ミッキーが描かれたコップもあります。これはテンション上がりますね。ミニーちゃんのポーチの中には綿棒やヘアゴム、コットンセットが入っています。そしてポーチの中の生地は黒色になっています。お風呂の時の入浴剤も完備。そしてこちらは赤い人たち、洗顔料に化粧水、メイク落としにクリームがあります。その他洗面台の左下にはヒゲ剃り、右下にあるのはヘアブラシとドライヤーです。それでは今度はお風呂場を覗いていきましょう。お風呂場のドアにはミニーちゃんが描かれています。こちらがアンバサダーホテルミニーマウスルームのお風呂場です。洗い場付きのお風呂場、一般的なタイプのお風呂場ですね。浴槽に入って顔を見上げるとミニーちゃんがこんにちは。これはちょっと照れちゃいますね。一方ミニーちゃんは楽しそうです。シャワーの水圧はこんな感じです。アンバサダーという感じの水圧です。は？続いてお風呂場の反対側、お手洗いを見ていきましょう。お手洗いの中はこんな感じです。こちらも壁紙はブルーの壁紙、ミニーちゃんの柄になっています。お手洗いはウォシュレット付き、壁紙一面にミニーちゃん、大量のミニーちゃんですね。ちなみにお手洗いから見える景色、左側はこちらにもミニーちゃん、ミニーちゃんにお手洗い中見られてしまいます。今日はお家からこちらのミニーちゃんも持ってきちゃいました。お泊りですね。ミニーちゃんとても楽しそうです。それでは最後にミニーマウスルームからの景色を見ていきましょう。6階のミニーちゃんのお部屋、どんな景色が見えるんでしょうか。カーテンオープン。ミニーマウスルームから見えた景色はご覧の通り、プロメテウス火山ちょうど正面に見えますね。今夕日がいい感じの時間帯です。
下の方に目を向けるとプールが見えます。今の時期は入りませんが、プールの水は入れてるんですね。ライトアップも大変素敵。夏になったら入ってみたいですね。お部屋のチェケラが完了しました。現在時刻18時15分、夕食の時間になりましたので、ちょっと外へ出かけたいと思います。今日の夕食はディズニーシーホテルミラコスタシルクロードガーデンを予約しています。アンバサダーホテルの入り口、こちらにはクリスマスのイルミネーションが飾られてますね。ミッキーも光っております。シルクロードガーデンも今日たまたま予約を見たら一枠だけ空いていました。ナイスタイミングでしたね。ディズニーシーのノースゲートを通過。このままこちらの階段を上りまして、ミラコスタの入り口に向かいます。ホテルミラコスタに到着。鼻から水が出てますね。それでは早速ミラコスタの館内に入りましょう。カンカカンカ館内、カンカカンカ。ミラコスタのロビーに到着です。ロビーにボビーは1日1回まで。到着しました。本日の夕食会場、シルクロードガーデンです。こちらで食べるのは1年ぶりですね。シルクロードガーデン、ディナーのコースは2種類用意されているようです。中の待合室的なところに案内されました。ここからディズニーシーが見えまして、大変な混雑。ミッキー広場がゲストで埋め尽くされております。席に案内いただきました。本日いただくのはディズニークリスマスディナーコースです。シルクロードガーデンのコース料理は1名でも注文可能。私の他にも1人で来ているゲストの方が結構いらっしゃいます。まずはお飲み物、ディズニークリスマススペシャルドリンク、お値段1500円。上にチョコとバラ、いろんなシロップ入ってる。バニラにピーチにキウイ、レモンジュースとジンジャーエールで割っている。今は混ぜタイム。お味はメロンソーダとジンジャーエールみたい。伊勢海老と野菜のサラダ、お豆でミッキー作る。プリプリ伊勢海老、ブラックオリーブソース、カニとクラゲのスープ、お味はしっかり濃いめ、コリコリクラゲ。こちらはホタテ貝と野菜の炒め。ホタテとお野菜を乗せている下の白いのは北京ダックの皮を揚げたものです。ホタテはとても肉厚。ホタテもう一個ありまして、マヨネーズソースがついた唐揚げになったホタテです。緑になってるのはほうれん草が入っているから。一つ目に食べたホタテよりも個人的にこちらの方が美味しかったです。メインは王道チャーハン、柔らかすぎるロース肉、わさびな少し苦みある、ただでお茶飲める、デザート杏仁豆腐、プラス600円かかる、その価値十分にある。こちらはポット夫人。アンバサダーホテルに帰ってきました。やはりシルクロードガーデン非常に美味しかったです。好き。アンバサダーホテルのロビーにやってきました。ちょっと1階の奥の方を探検したいと思います。こんなところに透き通る彼女がいますね。ピアノを弾いてるようです。小さい頃からピアノをやっていたと聞いてましたが、こんなに上手だとは知りませんでした。手の動きが滑らかですね。ホテルの1階、まずやってきたのはこちら、フェスティバルディズニーです。こちらでディズニーのお土産を買うことができます。現在時刻20時20分、店内結構混み合っております。ちなみにこちらのお土産店は22時まで営業しているようです。今度やってきたのはお隣、サンセットサンドリー。こちらはコンビニですね。こちらのお店には食料品のほか、充電器や消毒アイテム、熱さまシートなどいろんなものを取り揃えております。おつまみも充実。ありました、お風呂で使うバスボールです。最近ホテルに泊まるときはこのバスボールを購入しております。お風呂に入れると中からキャラクターが出てきます。お部屋に帰ってきました。ミニーちゃんのお部屋、やはり帰ってきてもテンションが上がりますね。もうすぐ21時なのでお風呂に入りましょう。
おおこちらが先ほど購入したバスボールです。中のキャラクターは何でしょうか。今日はミニマウスルームに泊まってるので中はミニちゃんなんじゃないかなと思います。ケースが現れました。ケースを開けてみますと中に入っていたのはオラフ。素敵な笑顔ですね。オラフの雪、お風呂のお湯で溶けないか心配です。お風呂から上がりました。私が今着てるのはアンバサダーホテルの室内着です。ブルーの室内着。こちらの室内着は上と下で分かれているタイプ、下はズボンとなっています。それでは今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。現在時刻は6時6分です。窓からの景色ですがまだ暗くて見えないですね。プールの水の音は聞こえてきます。正面に見えるプロメテウス火山、あちらには炎が見えますね。朝から火山活動活発のようです。それでは朝食ビュッフェに参りましょう。朝食ビュッフェは6時半に予約しています。予約している場所は昨日のケーキセットを食べた場所、ハイピリオンラウンジです。下に行くよ。ドアが閉まるよ。ドアが閉まるよ。ハイピリオンラウンジ、席に案内いただきました。現在時刻は6時半。朝食会場のゲストはまだ少なめです。だんだん日も昇って明るくなってきましたね。ビュッフェのお料理は奥の方にあるようです。早速取りに行きましょう。まずはお飲み物のコーナーにやってきました。お飲み物は4種類、アップルジュースにオレンジジュース、そしてお水と牛乳。そしてお料理のコーナーです。ベーコンとソーセージ、スチームベジタブル、さらにそのお隣にはジャーマンポテト、洋風のラインナップですね。ホテルの朝食ビュッフェの定番、スクランブルエッグもあります。オレンジ色に見えてるのはチキンピラフ、そしてそのお隣はパスタのミートソースです。黄色とオレンジ。今度はパンのコーナーに突入です。ハイピリオンラウンジのパンタチーランド。4種類のパンタチーがいますね。バターロールにクロワッサン、メロンブレッドにクリームデニッシュです。角を曲がりまして今度はお野菜のコーナーです。一番左はガーデンサラダ、トマト、キュウリ、人参にサーモン、彩り豊かですね。そしてマカロニ的なもの、ポテトサラダも置いてあります。そのお隣はフルーツのコーナー、パイナップル、そしてメロンにオレンジです。そしてヨーグルトのコーナー、ヨーグルトは2種類、左側のヨーグルト、お腹へと書いてあります。取ってきました。ビュッフェ1発目、一人で食べてるの私だけ。まずはお飲み物。お飲み物はオレンジジュースをチョイスしました。少し果肉も入ってまして非常に美味しいオレンジジュース。ヨーグルトは明治のブルガリアヨーグルト。フルーツはパイナップルを取ってきました。パイナップル6個、甘さもあって程よい酸味です。メインのお皿に盛り付けたのはベーコンにパスタ、ソーセージ、スチームベジタブル、そしてジャーマンポテトです。ビュッフェ一発目で取ってきた中で個人的にはジャーマンポテトが一番美味しかったです。こちらはミネストローネ。ミネストローネの味、非常にトマト、超トマト、とてもトマト。ごちそうさまでした。ハイピリオンラウンジ、朝7時過ぎぐらいになりまして、だんだんゲストも増えてきています。こちらはビュッフェの2発目。ビュッフェの2発目はメロンブレッド、そしてクリームデニッシュにしました。まずはこちらのメロンブレッド。メロンパン、表面カリカリではなくしっとり系でした。もちもちしていてとても美味しいです。そしてこちらはクリームデニッシュ、ミッキーの形をしたクリームデニッシュです。このままだとちょっと食べにくいのでたぎります。クリームデニッシュのお耳はサクサク、クリームの部分はエッグタルトのような感じ。こちらも大変美味しかったです。ごちそうさまでした。お部屋に帰ってきました。だいぶ明るくなりまして、プロメテウス火山もこんにちは。下のプールには夜に見えなかったイルカさんたち勢ぞろいしてますね。イルカは全員イルカ。プロメテウス火山も白い煙を出してますね。あんなに白い煙を出してるのは初めて見ました。それではチェックアウトです。ディズニー天沢ホテル、特に追加生産などがなければお部屋のテレビからチェックアウトを選択するだけで OK です。画面の手続きが済んだらカードキーをボックスに入れるだけ、非常にスムーズです。
はい、ということで今回はディズニーアンバサダーホテル一泊二日朝食ビュッフェ付きミニーマウスルーム、こちらをご紹介してきました。ミニーちゃん尽くしの可愛いお部屋、非常に良かったですね。夕方と朝に訪れたハイピリオンラウンジ、こちらもお料理大変美味しかったです。ミニーマウスルームはラウンジ利用券付き、非常に快適な一泊でした。またぜひ泊まりたいなと思っております。ぜひあなたもミニーちゃんの可愛いお部屋泊まってみてください。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見て良かった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いいたします。またね。ご視聴サンキューありがとうシェーシェー。 YouTube メンバーシップを始めました。ぜひ概要欄からご確認ください。その他サブチャンネル、もっともっとボビー舞浜、音声配信ボビーのレディオ、ボビーのノート、ボビーのオンラインショップ、これらも載せておりますので、ぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Ah.